今日はよりによって1日に1本しかない普通茨城周期かよ。俺中途半端なん嫌いやねん。なんか74063ブツブツ言うとるな。こだわりのおっさんやからな。確かに、なんでか大阪梅田発の茨城周期って1日に1本しかないねん。天下茶屋発の堺水仙からの茨城周期は何本かあんねんけどな。茨城市で止めるくらいなら高槻市まで走らせたらええやん。駅で言うたらたったの3つ先やん。中途半端やな。焼弱車庫に入れるんなら焼弱行きでええやん。ブツ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 。なんかどうでもいいことブツブツ言うとるな。ま、あんなこと言うてサボりたいだけなんかな。誰か相手にしてほしいだけなんやろ。寂しいおっさんやな。アンさん、何をブツブツ言うてんねや。わしらは何のために走ってまんねや。あれは堺筋の帝王66604。え？あれってただの堺筋線の66系ちゃうの？ちゃうちゃうちゃう。あいつは特別や。とにかく銭の亡者。しかしそれだけのことはあって、小豆相場でも金先物でも株取引も、果ては FX でも仮想通貨でも勝ちまくり、商売も天才。縁日のたこ焼き屋でも金魚すくいでも、一晩で家が建つっちゅう噂や。いや、それは嘘やろ。堺筋の北浜といえば、西日本一の金融街。その北浜で暗躍してのし上がり、堺筋の帝王の名を欲しいままにした。噂では、堺筋線、果ては大阪メトロが黒字なんは、奴の力っちゅう話や。アンさん、わしら電車は走ってなんぼ、そして稼いでなんぼですわ。行き先が茨城市やろうが重曹駅であろうが、黙ってきなはれ。稼げん電車はただの豚。やなくて、ただの箱や。すんません。行きます。茨城市行ってきます。ひょえ、ごっつい迫力やな。あれは万田銀次郎やな。アンさん方、聞こえましたで。どない表もろてもかましまへんが、これだけは言うときます。線路には銭が落ちとるんや。突如登場した堺筋の帝王66604。一体彼は何者なのか、善か、悪か。その謎は次回明かされる。